暮らしってね、なんか自分のなんかベストを見つけ出すことだと思うんですよ。リモコンの温度設定を決めるとかっていうこれね一日でできないですよ。なんかそういうものをちょっとずつベストに揃えていくっていうのが暮らしなんじゃないかなと思ったんですよ。自分にとってのベストですね、他人にとってじゃなくて、それはもう流行とかじゃないですよね。だからそう、自分にとってのベストっていうのはもう衣食住全てですよね。もういわば暮らしですよね。それが暮らしなのかなっていうふうに思うので、うん、何かそれをベストにしすぎないというのがベストかもしれないですよね、もしかしたら、うん、探求することが好きだと思うんですね。だからなんかそのそういうふうにしてないと多分退屈なんだろうなっていう、研究するものがあるとか、なんか言い方悪いんですけどお金使うものがあるっていうのはすごく幸せなことなのかなと思ってて、FPM の田中智之です。音楽家です。